こんにちは、飯泉です。今日は単振動その後というのを見ていきましょう。今まではバネの振動を見ていきましたが、今回はこうですね。こういう動きをする単振動です。これを単振り子という風うに呼んでいます。ということで、今回は単振り子の周期の導出をするというものです。 結構これは禁止を使ったりするので嫌だなっていう人も結構います。大したことないんですけども、禁止だけでうってなる人が結構いますね。ちなみにこれ、この赤い先端の運動を見ていきましょう。で、例えばこういう運動をしたとき、これは何運動でしょうっていうと、これは実は円直面内の円運動に入ります。 これですね。で、これが、まあ、ぐるーっとなると、一回転できる、できないの話っていうのは、以前やりましたね。でも、今回は、この、本来、円運動に入るはずのものの、この、振り、振り幅って言えばいいですかね。この、中心の角度が、こう、大きく振れちゃうと、円運動なんですけど、 すっごく小さい時っていうのは、これは単振動に分類されます。ということで、問題はこのようになっています。長さ L の糸に質量 M の物体をつけて、糸の端を天井に固定しましたと。で、延直線から角度 θ のところで物体を離したところ、えー、物体は最下点を中心とし周期的な運動をしましたと。と で、ここでこの角度 θ というのはえ、十分小さい。これがポイントですね。十分小さいって言われたら、あ、禁じだなと思ってください。では、このタンフリコの周期を求めていきます。まずは、受ける力を書いていきます。反応しない。はい。えー、まずは、この角度 θ の場所で、物体が受ける力を書いていきますね。そうすると、mg です。 で、これを分解してあげます。この方向と、それから円の接線方向に分解します。そうすると、これは Mg のサインシーターになります。ということで、今度は、この物体が運動する、この円のこの上に、 x 座標を取ります。で、最下点が原点。で、右向きを x というふうにしますね。なので、この x 軸はこの個に沿ったような形になります。そうすると、今、この物体がある場所を x というふうにしますね。そうすると、運動方程式は ma イコール、このまま書いてあげると、接線方向には反対向き、 つまり、負の方向に、マイナス MG サインシータという風になります。で、これを A イコールに直してあげると、マイナス G サインシータですね。で、えー、ここで、これが一体単振動してるのかどうかっていうのはわからないけども、近似を使ってみます。そうするとですね、あやっぱり被ってますね。必要なのだけ残します。で、 えー、禁を、えー、使いたいんですけども、シーターが小さいとき、シーターが、えー、微小という条件だと、サインシーターが何になるかっていうのを考えていきます。でこれ意外と聞くとすっと答えられないんです。多分数3でやるんじゃないかなと思うんですけども、公式じゃないんですよ。 意味が分かってるかどうかなんです。ということで、ここにあるのは単位円。半径が1の円。で、角度シータというふうにします。そうすると、ここから水線を引いてあげれば、これはサインシータそして、この単位円の弧の長さ。 ね。この長さの公式も覚えてますかあれは rθ ですけども、えー、単円なので、これは θ になります。そしてこれを伸ばしてって、ここ接線、ちょっとずれちゃいましたけど、えー、接線を引いてあげれば、これが単純と θ になるわけです。で、今、かなりでかい θ 取ってますけども、これをどん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 こうやって角度 θ を小さくしていくわけ。 そうすると、シータが微小だったら、サインシータって何になるんですかっていうと、この赤い線の長さと、それから青い線の長さと、そして緑の線の長さ。この三つが、ほとんど同じ長さになっちゃうの分かりますかということで、えー、ここで、シータが微小であれば、サインシーターはシーターであり、タンジェントシーターである。というのが、 今回のポイントになります。今回使うのは実は単純と使わないんですけども、だからといってこれだけ覚えても仕方ないですよね。θ が微小であればこの3つが同じ。それは今説明した通りで、これはまとめて考えられるものなので、ここに覚えてはいけません。ということで、これを近似使ってあげて、a は -gθ という風になります。 そうすると今度はここに半径が L そして角度 θ のこう扇形が見えますかで実はこの長さが X になってるんですよ。ということで実はここで Lθ イコール X が成立します。ということでマイナス G の シータを入れてあげれば L 分の X というふうになります。なので加速度 A はマイナス L 分の GX。あ、ここで A がマイナスオメガ事情 X の形になったなーってなるわけ。だから、こことここが対応してあ、周期求まったってなるわけね。ちょっと 幅が狭いので、ここに周期を書いてしまうと、2π のルート G 分の L というふうに書けます。はい。ということで、これが単振り子の周期です。バネ振り子と単振り子。二つの周期はよく使うので、覚えてください。で、これはですね、私が生徒から教えてもらった覚え方なんですけど、 バネ振り子は 2π のルート k 分の m。上から mk なのでみかん。で、タンフリ子は 2π のルート g 分の l。上から読んでりんご。みかんとりんご。って覚えるといいんだよ。って生徒に教わって。で、その時にそんなの邪道だってめちゃ怒った覚えがあるんですけど、この話をするとみんな覚える。 なので、まあ、邪道でも何でもいいから、とりあえず覚えられるんだったら、印象に残るんだったら、それでもいいかなって思うようになりました。この動画がわかりやすいと思ってくれた人は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。